ボートレース平和島6日間の熱戦、第55回東京中日スポーツ杯、第30回東京新聞杯平和島マスターズ。平和島実績メンバーを中心の熱戦となっていますが、初日のメインカードは第12レース平和島選抜です。1号艇は三角哲夫、2号艇大島和也、3号艇大場聡、4号艇伊藤正義、5号艇北川幸則、6号艇今井隆、以上の6人の対戦です。スタートまでは50秒を切りました。イン1コースは地元1号艇の三角哲夫。このカードは三角を頭にした組み合わせに人気が集まっていました。2コースへは2号艇の大島和也、センター3コースには3号艇の大場聡、内枠の3人の選手はいずれも前半カードは2着連帯としています。3艇が後方にボートを引いてダッシュ戦です。4コース角1は4号艇の伊藤正義、このメンバーの中では唯一前半レースは勝ち星、インから逃げての勝利でした。5コースには5号艇の北川幸則、サイアウト6コースは6号艇の今井隆、定番通り3対3と分かれました。今日は終日ホーム側は追い風の中、熱戦が展開されました。平和島選抜第12レース、内から1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートしました。ダッシュの3艇がわずかにスリット先行しました。4コースからは4号艇の伊藤が伸ばしていきますが、さあ1周1マーカー、4番伊藤がまくり先制、内を通って5号艇の北川まくり出していきます。いい線からは1号艇ミスにも踏ん張っていますが、バックの中間地点まくり出しから5号艇の北川が一歩前へ出ました。スタートは前艇正常です。2番艇1号艇のミスにも外から追っていきます。内寄りからは2号艇大島立て直しとの2マーク。一周にマークは5号艇の北川がトップで運んでいきます。外は1号艇ミスミ、内からは6番4番と相次いで旋回してホームスレッチへ帰りました。先頭変わらず5号艇の北川、5停止ほど抜け出しています。そして2番手ですが1号艇ミスミわずかに優勢も、内から6号艇の今井、さらには4号艇の伊藤、この3艇が現在は接近戦となって2周目1マークを迎えます。さあ焦点2番手6番の今井が先に回っていきますが、1号艇のミスミが指して、ここは2番手1番のミスミがリードを取りました。3番手6号艇今井となりまして、上位は5番、1番、6番の体勢です。3番手の後方は少し定間開いて、後ろは4番、3番、2番と追走。2周目2マークの旋回です。5号艇の北川トップ、1号艇の三角が2番手、6号艇の今井が3番手。前の体型は5番、1番、6番、各艇の定間が徐々に開いてきました。レースは最終周回へと移っていきます。3番手の後方は定間入って、後ろは4番の伊藤、3番の大場、ラストは2番の大島が続いています。前提が最終周回、最後のバックスレッチへ立ち上がっていきます。先頭は1周1マーカーまくり差しのハンドルでした。5号艇の北川幸則が先頭、2番手は1号艇の三角哲夫、3番手6号艇の今井隆、前の体勢は5番1番6番でラストコーナー旋回を迎えます。5号艇の北川が初日メインカードを制します。2番手は1号艇三角、3番手6号艇の今井で第12レース平和島選抜。先頭は5番の北川、1着で5連、2着は1番の三角、3着は6番今井5連、後ろは4番伊藤、3番大場、ラストは2番の大島、5連です。